黒天使沼沢ジャキは日本のプロレスラー。本名は福井直樹。大日本プロレス所属。埼玉県本庄市出身。通称神様、吉街。元からデスマッチがやりたくて大日本プロレスに入団したというほど大のデスマッチフリーク。中高と柔道部に所属。中学生の時に見たプロレス番組でのグレート無タに衝撃を受けて。 プロレスに興味を持つ。高校卒業後は、地元、本庄市の工場に就職するも嫌になって退職。その後は職を転々とするが、一年発起して2000年に大日本プロレスに入団した。大日本のレスラーとして、独特のデスマッチ感を持っており、今では、伊藤隆二と体を成す存在として、名を馳せている。入場時には客席に乱入し、有志鉄線が巻かれた。 チェーンソーを振り回す。スキンヘッドだが、これはもともと、アブドーラ小林に寝込みを襲われ、髪を剃られてしまったことによってである。2004年は、BJW 認定タック王座に輝くなどの実績を残して、成長を伺わせた。2005年は、デスマッチ7番勝負を行い、最終戦での関本大輔戦で勝利をもぎ取った。また、この7番勝負の、 第6戦で対戦相手を務めた、葛西純の誘いに乗り、葛西と共に吉街タック、045ジャサル吉街 S を結成。葛西が活動休止に入った後は、メンズ帝王とのタックで活躍。2006年は帝王とのタックを解消。葛西が復帰して、045ジャサル吉街 S が活動再開。同年5月5日の大会における、 BJW 認定デスマッチヘビー級王座挑戦者決定戦港未来デスマッチイン赤レンガに勝利し6月26日の大会にて佐々木隆のベルトに挑戦が決定互いのデスマッチに対する考え方を知りたいと提案したデスマッチダブルプロデュース傾向と刑事アルファデスマッチで対戦試合には敗れたもののマイクアピールで 第二本コールと編集泣かせの王、吉街、コールを巻き起こした。この頃から、自らのモチベーションを高めるために、吉街の神様と言い放ち、その日来てくれた客を幸せな世界に導くと言い放つほか、この試合前に黄金の雨を降らせると予告して、中に大量の画鋲が入った蛍光灯束を用意。以来、変形首固め、真意と共に、 ここ一番のデスマッチで使われるようになった。その後、伊藤隆二の負傷欠場のため、空位となったデスマッチヘビー級王座をめぐり、佐々木隆史との交想を再開。12月3日の大会で、1000本を超える蛍光灯を神殿の柱のように並べた、京神の蛍光灯神殿デスマッチで対戦するも、敗戦。 アパッチプロレス軍の2007年6月の大会にて、1日2試合の、ハンデを乗り越えレイオン後ジャサルキチガイエスで、ウータク王座をダッシュ、リング上でそのベルトをデスマッチタック選手権に解消すると宣言。その後、8月26日のプロレスサミット、有明大会で、佐々木隆のデスマッチヘビー級王座に挑戦し、勝利。念願の第代デスマッチヘビー級王者に、 輝いた。この年にはさらにアメリカのウエストバージニア州へと趣、おき、いわイーストコーストの主催による、デスマッチ選手権大会、マスターズ・オブ・ペインの第2回大会に出場。第1回戦でインサーン・レーンを破って、準決勝にまで進出したものの、コーク・ヘインとの有志決戦バンクハウスデスマッチにて、敗れ去った。やがて相棒のカサイメンズ・帝王と共にデスマッチスクール。 スクール・オブ・デスを開校し、沼沢は共闘として、宮本博志向き、伊佐美などを一人前のデスマッチファイターにするべく育成を任された。2010年4月の大会では、BJW 認定卓王者決定トーナメントに045、ジャサルキチガイエスで出場し優勝。045、ジャサルキチガイエスとしては2回目の王座奪還を達成。 2011年1月にはバラモン兄弟に奪われたが、直後の2月に行われたリターンマッチで3度目の脱会を果たした。2014年、若手時代に一度は、発局した大日本プロレスの35歳の元社員と、再び交際し、7月4日に婚姻届を提出、向こ入りして本名が福井直樹になる。2019年2月28日、 半月板損傷及び右膝全十字人体断裂の手術、治療のため、約8ヶ月の長期欠場を発表。沼沢や045ジャサル基地外エースに限らず、日本のデスマッチにおいては極めて危険な、エキサイトシーンに対し、ファンや選手が意見を込めて、基ガイということがあるが、基ガイは、差別用語としても用いられることがあり、放送禁止用語となっている。このため、 中継番組大日大戦においては観客のキチガイコールに修正の P 音の連発がされていた。過去には10連発されたこともある。2006年6月26日のデスマッチヘビー級選手権以降の放送ではオリジナリティ村長のためキチガイコール時でも P が被せられない場合が多い。だが2006年7月14日のメイン夏だ。デスマッチだ。 吉イ祭りにおいては、リングアナの村上健は平気で、アナウンスの際に、吉イ祭りと言っていたのに対し、ナレーターは、クレイジーフェスティバルと言い換えており、テレビ埼玉での放映はピー音が被せられた。なおサムライ TV では2012年現在、観客のコールはそのまま放送している。雑誌や、ウェブなどのメディアにおいては、キチンのように一部を伏せ字にして表記されている。ありがとうございます。